どうかポイントだと思うんですがいかがでしょう。そうですね、打ちました。打った瞬間確信、マリーンズ。何で来るか。打ちました。痛烈な打球。切りました。ファールボールです。バッター、これはサードライナー。打席には4番バッター山川。ワンアウトになっています。打ちました。痛烈、ファールボール。切れていきます。ファウル。真ん中打ちました。ワウンド&ヒットになりました。ワン初球打ち、これはファーストライナー。打った、ライトに大きな打球、ライトオーバー。バッターランナーは二塁到達。さあ、そしてバッターボックス、右中間へ。ここはフライになっています。セカンドランナータッチアップ。ワンアウトランナー三塁となりました。さあ、そして打席には吉田が入っています。ゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立て、打ちました。大きな打球になった。ボールはそのままフェンスに直撃。バッターランナーは2塁。さあ、初球は何か。レフトに持っていった。ワンバウンドヒットになった。サードランナーがホームに帰っていきました。改めてお聞きします、バッターの山本、どういうバッターなんでしょうか。打った、高く上がった、入った、ストレートが初球は何で来るか。打ちました。ヒットになった。打ったバッターは一塁蹴って二塁に行く。バッターランナーは二塁。劇的な一発、この人からサヨナラホームランが飛び出しました。ホームベース上でもみくちゃです。千葉ロッテマリーンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。小宮山さん、やはりサヨナラ勝ちというのは通常の勝利よりも数倍興奮しますよね。まあ、そうですね。打ちました。これはショートライナー。引っ張った、送球する。バッターランナーは二塁到達。ランナーボール。まず初球しっかりと見極めました。引っ張った、ファーストの横抜けました。ホームに送球、チャンスを広げていきます。ワンアウトランナー低めですね。なるほど、そういうピッチングができるかどうか。打った、追いかけますが頭を越えました。ホームイン。マリー、小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるのがやっぱ一番有効になると思いますね。なるほど、そういった配球を要求してくるでしょうか。ストライク、球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど、さあ何を選択してくるか。次が4球目。引っ張った、松田、一塁送球、ツーアウトになりました。さあ、そして打席には山本が入っています。さあ、ツーアウトながらなおもチャンスは続きます。初球時、秋原が掴んでスリーアウトです。初球時、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッティングホークスがダイソーを送ります。ファーストランナーは一塁牽制、際どいがアウトだ。一塁アウト、打ちました。センターに抜けるています。走ってきた、ヒットエンドラン、ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ホームに送球、ファーストランナー一打勝ち越しという局面。相手打線初球打った、入れば勝ち。
たい場面ですよね、ここは。そうですね。打ちました、いい打球だ。レフトに強い打球、フェンス直撃、サードランナーホームイン。彼をここでしっかり食い止めて切り抜けたいですね。なるほど。打ちました、いい当たりだ。ライト深いところ破っていきました、セカンドランナーホームイン。初球は何から入ってくるか、痛烈、破りました、センター前、バックホームする。最後はタイムリーでサヨナラ。そうですよね、球場の広さ。打ちました、流しました、詰まりながらもレフトへ、パスに有原、初球時ワンバウンドヒットになりました、二塁へ送球。得点圏には先制のランナー、まあ、初球時高く上がった、マリーンズ。ストライク、1球目狙っていって当たりません。スピードボールを持っています。打ちました、痛烈、ショートうまくさばいて、いい当たり、ヒットになった。見ています、初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。マリーンズピンチになりました。ツーアウト二塁一塁、バッターボックスは7番丸。マリーンズこの回2点を失っています。さあ初球打ち、決まった、セカンドランナー三塁を回った、ホームに送球する。さあまず1球目打ちました、いい当たり、初球打ち、ワンバウンドヒットに、次はレフトフライに倒れています。ライオンズこの回は打者、初球打ちヒットだった、マリーンズピンチになりました。ツーアウトランナー二塁一塁、バッターボックスは2番山田。まあマリーンズとしては序盤からこの点差ですから、もう1点もやれない。初球打ち、大きな打球が入った、ホームラン。ここで一発を浴びてしまいました。バッターボックス岡本、前の打席はストレートを打たれ、feel